名古屋オーシャンズ、名古屋オーシャンズ、名古屋オーシャンズは、日本の愛知県名古屋市をホームタウンとする、日本フットサルリーグ、F リーグに加盟する、フットサルクラブである。旧名賞は、太陽薬品、万府、太陽薬品バンフ太陽薬品バンフホームアリーナは、名古屋市港区の武田手場オーシャンアリーナ。武田手場オーシャンアリーナが、名古屋港の近くにあることから、 チーム名称には、海を越え世界へ羽ばたいていきたいという意味が、込められている。獲得した、主要国際、全国タイトルは、計30回、AFC フットサルクラブ選手権4回回リーグ11回、回、リーグオーシャンカップ8回、全日本フットサル選手権、大会6回フットサル地域チャンピンズリーグ1回、である。サテライトチームとして、名古屋オーシャンズサテライトがある。 漫画家の高橋洋一は、オーシャンズ応援イラストを公式サイトなどに提供している。名誉サポーターとして、愛知県知事の大村秀明と名古屋市長の河村隆がいる。応援番組として、東海テレビでオーシャンズ TV が放送されていたが、2013年9月に終了した。2006年に、太陽薬品フットサルクラブ株式会社が設立された。 オフィシャルスポンサーとして、太陽薬品、現、武田テバファーマ、クラブスポンサーとして、バンフスポーツを迎え、2006年5月に、日本初のプロフットサルクラブとして、太陽薬品、バンフを結成。正解名オスカーが監督に就任した。2006年は8、0円の年間予算全額を、太陽薬品が出資している。 2006年4月には全国リーグの F リーグ設立が決定されており、2006年10月26日にはメインアリーナである太陽薬品オーシャンアリーナの建設を発表。2007年1月にはクラブ設立後初の第12回全日本フットサル選手権大会で優勝し、2月には2006年度の東海フットサルリーグで優勝し、3月には フットサル地域チャンピオンズリーグで優勝し、シーズン3冠を達成。2007年4月には F リーグ規定にのっとって地域名を冠した名古屋オーシャンズに名称変更し、会リーグの開幕を迎えた。2006年、クラブ初代監督として、まさか名、オスカー監督が就任。クラブ発足年の目標として掲げていた国内3冠を達成した。 2007年9月回リーグが開幕するも、第2節ホーム開幕戦を最後に、突然の監督解任となった。2007年10月に、立山マリオが監督に就任。2007年9月には、F リーグが開幕したが、開幕時点で、オーシャンアリーナは未完成であったため、パークアリーナ小牧でホームゲームを開催した。2008年2月には、F リーグ2007で優勝した。 森岡ルが最優秀選手賞を獲得したほか、森岡ルとボラがベスト5に選出された。2008年3月に開催された第13回全日本フットサル選手権大会では準優勝だった。2008年4月にはポルトガル人のジョゼア・アジュア・マランテが監督に就任。5月2日にはメインアリーナとなる太陽薬品オーシャンアリーナが完成し、 その落成記念大会となった6月の太陽薬品オーシャンアリーナカップ2008では準優勝した。2008から09シーズンの F リーグでは2連覇を達成し、北原渡が最優秀選手賞とベスト5に選出された。2009年3月に開催された第14回全日本選手権では準優勝だった。2009年8月のオーシャンアリーナカップ2009では、 準優勝だったが、2009から10シーズンの F リーグでは3連覇を達成した。2010年3月にイランのイスファハンで初開催された AFC フットサルク部選手権には日本代表として出場し、3位となった。2010年7月には F リーグ太陽薬品オーシャンアリーナカップ2010で優勝した。二千十から十一シーズンの F リーグでは四連覇を 達成したが、5試合残しての優勝決定は、史上最速だった。2011年7月には、カタールのドーハで開催された、AFC フットサルクラブ選手権で、初優勝した。8月には、F リーグ、太陽薬品オーシャンアリーナカップ2011で、優勝し、11月には、AFC 年間最優秀、フットサルクラブに選ばれた。 2011から12シーズンの F リーグでは5連覇を達成した。2014年5月に開催された回リーグオーシャンカップ2014で優勝した。2014年8月に中国の生徒で開催された AFC フットサルクラブ選手権2014では2度目の優勝を飾った。2014から15シーズンの F リーグではプレイオフファイナルラウンドでシュライカー大阪を下し、 会リーグ8連覇を達成した。2015年3月に開催された第20回、全日本フットサル選手権大会でも勝ちし、シーズン4冠を達成した。2015年7月に開催された会、リーグオーシャンカップ2015では、準優勝だった。2015年8月に、イランのイスファハンで開催された、AFC フットサルクラブ選手権2015では、準々決勝で敗退した。 2015から16シーズンの F リーグでは、プレイオフファイナルラウンドで、府中アスレティック FC を下し、カイリーグ9連覇を達成した。シーズン終了後には、森岡ルが退団し、北原渡るとペドロコスタが現役引退した。ペドロコスタは、現役引退の発表と同時に監督就任が発表されている。2016年7月に、 太陽国のバンコクで開催された AFC フットサルクラブ選手権2016では決勝でイラクのナフィト・アルワサトを破って3度目の優勝を飾った。2016から17シーズンの F リーグでは初めて年間1位をシュライカー大阪に譲った。プレーオフのセカンドステージで ASV ペスカドーラ、町田に敗れ年間3位でシーズンを終えた。 2017から2018シーズンは、デュアリングカイリーグで2年ぶりに優勝。プレーオフ最終戦では、町田に2試合合計10の4で勝利した。2018年1月18日、カイリーグが2018から2019シーズンから2部制を導入すにあたって新設される、F リーグディビジョン1、カイ1へ参加することが決定した。2018から2019シーズンは、会、 リーグディビジョン1、開1で2年連続11回目の優勝を果たした。2019年5月開、リーグオーシャンカップ2019を優勝。クラブ創設30タイトル目を獲得した。2018から19シーズン終了時、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。